こんにちは一ノ瀬です海外のニュースサイトの記事の要約と感想をお話しする動画です、えー、今日は8月4日の、えー、中国のバイドゥから H 信濃の高校生活とエイミア家の教育についての話題です、えー、まずは見出しからご紹介します歯向かうことはできなくても隠れることはできる経費の行動に筑譜の保護者は嫌悪感を抱き H 信濃は孤立してしまう こういった見出しなんですけれども最初のね刃向かうことはできなくても隠れることはできるという部分なんですけれども筑布の、ね、保護者の方は子どもたちをまあ人質に取られているようなもので。 面と向かってね、経費や H さんに文句を言ったり逆らったりしたら、まあ、子どもに、ね、危害が及ぶかもしれませんので、えー、表立ってね、歯向かうことはできないけれどもなるべく関わりを持たないように避けることはできるので結果、まあ、H さんが学校で避けられて孤立してしまっているということですね。 というか、低傾向入学制度とかいう、まあ、極めてねずるに近い方法で入学してきてまわ、あ、ですけれども入学当初にね H さんに返いレコールをした筑布の,の、ね、生徒さんがいらっしゃったんですけれども、えー、その生徒さんが定額処分になったといったような話もありますし、まあ、そんなことを、ね、されるんだったら保護者としては H さんのことは目障りだけれども自分のことに集中して H さんにはもう一切関わらないでおきなさいっていうふうにね自分の子どもに 注意すすると思うんですよねでその結果、H さんが学校で孤立するのはもう仕方がないことだと思いますずるして、ね、入学してきてでそのことを、ね、批判した生徒には罰を与えておいてそれで、ね、なんか友達が欲しいとか,なんか楽しく高校生活を送りたいとかっていうふうに願うのはちょっと、ね、虫がよすぎるんじゃないかなと思いますね。えー、ということで本文を見ていきます。 8月2日東京都内で行われた全国高等学校総合文化祭にエイミア夫妻と息子の H さんがご参加されました親子コーデで H さんは父親と同じ紺色のスーツを着ています去年に比べ今年の H さんはかなり身長が伸び表情も大人びてきました9月6日に16歳になられる H さんは思春期を迎えご両親に心配をかけるお年頃です 非常に健康的に見えますがこの種の健康は外見だけに限定されており、えー、彼の成長のために栄宮夫妻は今でも H さんに最も注意を払っています。えー、ということなんですけれども、えー、この、ね、健康は外面だけに限定されておりという部分なんですけれども、まあ、見た目は、ねまあ、普通に健康そうに見えるけれどもなんかすごくこう心の闇があるというか、ね、心が病んでいるというようなことがちょっと言いたいのかもしれませんね。 結局のところ H さんは次世代の唯一の皇位継承者でありエイミア家の唯一の希望です H さん自身の盗作事件 M 子の結婚エイミア夫妻に関する否定的なニュースの影響を受けてエイミア家の評判は低下しています H さんの言動はエイミア夫妻自身のスキャンダルだけではなく両親にとっても頭の痛い問題です えという,ふうに、ね、書いてありますけれどもこの記事に、ね、書いてある通りなんですけどえみ宮家はもう批判続きですよねでそんな中、何の説明責任も果たさずにお手振り公務には、ね、せっせと出てきてますけれどもえみ宮家がしゃしゃり出てくるのをありがたいと思っている人はいらっしゃるのでしょうかと私の周辺には、ね、いないんですけれどもえみ宮家関係者によると H さんはますます感ん持ちで無礼になり よかれと思って注意をしたことでも暴力的に反応し相手を罵倒することもあったという上の針が正しくないと下の針も歪んでしまうということわざにあるようにエミア夫妻も職員に対して同じように扱っているという噂もありエミア家の性格に耐えて長く働くことができる職員はそう多くありません。 えここで、ね、出てくることわざの上の針が正しくないと下の針も歪んでしまうというところなんですけど多分、ね、これ中国のことわざだと思うんですがあの建物の、ね、針のことですねあの柱があってでその柱を、ね、あの水平につなぐようにある柱というかあの木を梁と、まあ、言いますけれども、まあ、針は、ね、柱に対して水平に配置されている部材ですね。 えー、このね上の方の屋根に近い方の針が曲がっていると柱も曲がるしその床側のね下の針も歪んでしまう。ということから親が不正を働くような人だと子どもも悪いことをするようになるということですね。まだねこう16歳 15歳かな16歳ということなので反抗期かもという、ね、部分は、ね、多少考慮するとしてもただ、ですねよかれと思って注意をしても暴力的に反応し相手を罵倒することもあったというというあたりはやっぱりしつけの問題かなと思うので、まあ、ご両親にねそっくりですよね。 えー、H さんは思春期には非常に反抗的な態度をとっており噂によると H さんは両親の取り決めを恨み常に反抗する態度を示していたということです2019年のブータン旅行でも経費が手を伸ばして息子の手を取ろうとすると H さんはすぐに母親の手を離しましたこの家では H さんだけでなく、えー、M 子さんや佳、えー、子さんも両親に対して不満な態度を取っています 過去内心のおと両親は冷戦状態にあり過去内心のは公務のないときは基本的に両親と連絡を取り合うことはありません。ということで、過、え、去、ー、さんも、ね、そんなに現状が嫌なら皇室を離れればいいと思いますけどね内心のはは、ね、自分の意思で皇室を出られるのでしょうから20歳にもなってしがみついているのはやっぱり皇室の立場がおいしいというのを、ね、思ってらっしゃるからなのではないでしょうか。 しかしエイミと経費の関心はやはり日本の皇室の唯一の希望である H さんに向けられています。えこの部分は私的にはね大きな間違いがあると思っていまして、日本の皇室の唯一の希望は都市の宮愛子様であって H さんではありません。 エイチ様がね希望になっているとすればそれはあの単にねエイミヤ家の希望なのであって日本の皇室の希望ではありませんということでですねここだけ、ちょっとねあのいつもね中国の記事は正確に書いてくれているんですけれどもここはねもう違いますということで、えー、主張したいと思っております、えー、元宮内庁職員で皇室担当記者の山下真司さんはこのように語っています。 上皇陛下の唯一の孫である H 一さんのご結婚は非常に難しく、えー、男子を授かることの負担は H 一さんとその配偶者である秘伝家にかかっているというふうにおっしゃったわけですね。栄宮夫妻は高校入学以来息子に学生時代に好きな人をできるだけ見つけてほしいと言い続けてきました。 この部分なんですけども、えー、何歳にね結婚されるおつもりなのか分かりませんけれどもまだね高校1年生ですしこの年齢でね好きな人って言ってもやっぱり10代の頃ってどうしてもこう見た目重視になってしまうと思うのでこれはやっぱり成人してから、えー、いろんな経験を経て女性のことについてもこう見た目だけじゃなくて内面のね良さも分かるようになってからいろんなね方と お知り合いになっても十分ね間に合うんじゃないいかと思います、えー、それからねこの学生時代に相手を見つけるのは栄宮家の家訓かもしれませんけれどももう経費という存在とあと次にね経営っていう,こう2代続けてね大失敗してるので大人になってからちゃんとねこう名門の家柄のお相手からお見合いでね選んでいただくのが私的には一番安心ですねねただです、ね、もううのの義理の弟っていうね。 この重たい十字架をエさんは背負ってしまわれましたので名門の家からも、ね、お断りかもしれませんから、まあ、男子を産まないといけないという、ね、プレッシャー以前の問題としてご結婚はは、ね、非常に難しいとは思いと思ます一方では両親からのプレッシャーを受けもう一方では同級生から距離を置かれ孤立するという苦痛のもとでえ宮家の親子関係はなかなか改善されません。 母の経費はくふがあらゆる危険を排除して立てしな生活サマーキャンプの活動を再開できるようにしましたがこれは H さんの社会活動が順調に進むことを意味しませんでした実際 H さんが近寄りがたいだけではなく最大の問題は彼のお相手になるためには後継者の男子を生むという強大な圧力に耐えなければならないということです H さんとデートしたい生徒はいないし、えー、彼の彼女になりたいという生徒もいませんというのが、えー、生徒たちの一致した意見でしたここはですね本当に女子生徒が、ね、一致団結している姿が、ね、目に浮かぶようでございます、えー、保護者たちは H さんの短期な性格を聞いて H さんに近づかないよう子どもたちに警告したと噂されています 同学年の学生たちの間では手を出せないならせめて避けて通ろうという暗黙の了解があるのです生徒にとっても先生にとっても学校は学びの場であり何か他の目的でここに来ることは非常に軽蔑されることになりかねないのです友達になってくれる人がいればいいのですが一番の問題は誰も彼の近くにいたがらないことでした 奇妙な性格と高い身分を持つ H さんは敬遠される対象となり、このような扱いに H さんは訴える場所がありません。えー、という以上が記事となります。内容はね、大変ごもっともであったかと思いますが、ま筑、あ、譜のね生徒さんと保護者からしたらもう当然そうなりますよね。えー、ということでまあ、H さんはね高校でも相変わらずお友達ができなさそうですね。 単純に、ね、ずる入学だけで、まあ、人柄がいいとかなら、ね、まだこう毒親に逆らえなくてお気の毒という感じの同情でお友達もできたかもしれませんけれども、えー、これに加えてです、ね、ずる入学に加えて本人も暴力的な性格でしかも栄、ね、H さんに逆らったら親の経費からひどい目に遭わされるという風になったら、まあ、普通に接するのは無理じゃないですかね。 ということで、えー、立科生活サマーキャンプの H さんのお写真がございましたので本当に山登りがお好きな金城陛下の、えー、お若い頃のお写真で心を清めてから、えー、本日の動画を終わりたいと思いますチャンネル登録高評価コメントなどいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いいたします本日の動画は以上となります今日もご視聴頂きましてありがとうございました